エテスペリア8 SOV42 の基本操作をご説明します。電源キーは本体右側面のマークがついたボタンです。画面点灯、消灯を行うことができます。長押しで電源オフや再起動、スクリーンショット撮影などが可能です。指紋センサーも搭載されています。指紋認証でロックを解除可能です。音量キーは本体右側面上部です。音量の変更、マナーモードの設定ができます。マナーモードの設定方法は別動画でご覧いただけます。サイドセンスバーをダブルタップするとサイドセンスを表示することができます。片手操作やマルチウィンドウを表示することが可能です。続いてキーアイコンのご説明をします。戻るボタンは一つ前の画面を表示します。ホームボタンはホーム画面を表示します。画面下部で短く上にスワイプすると最近使用したアプリを一覧表示します。上にスライドするとアプリを終了できます。画面を左端までスワイプして全てクリアをタップすると全てのアプリを終了することができます。エクスペリア8 SOV42 をぜひお楽しみください。